ベルナー・コッホは、ドイツのフリーソフトウェアプログラマである。GNU プライバシーガードの作者として知られている。また、フリーソフトウェアファンデーションにヨーロッパの事務局長と、ドイツの副代表を務めた。2015年、ヌプグの開発により、アドバンスメント・オブ・フリーソフトウェア・アワードを受賞した。ジャーナリストやセキュリティの専門家は、ヌプグに依存している。エドワード・スノーデンは、 ヌプグを使用して監視を回避し内部告発を行った。彼はデュッセルドルフ近郊のエルクラートに住んでいる。彼はリチャード・ストールマンの講演に出席し、1997年からフィル・ジマーマンによるプリティ・グッド・プライバシーの別実装として開発を開始した。当時は暗号の輸出規制が行われていた。1999年、 ヌップグの最初のバージョンがリリースされた。ヌップグはグッパグツールズエニグメール GPG4WIN など、ほとんどの電子メール暗号化プログラムの基礎となった。1999年、彼は連邦経済技術賞から31万8000マルクの助成金を受け取り、ヌップグをマイクロソフトウィンドウズと互換性を持つようにした。2005年、連邦政府から S。 マイムの開発の支援を得る契約を結んだ。ヌップグの人気は高かったが、彼は2001年以降、年収2万5000ドルと財政的に苦労しており、プロジェクトを放棄し、より高収入のプログラマの仕事をしようと考えていた。しかし、エドワード・スノーデンが告発した文書により、アメリカ国家安全保障局の監視の程度が判明し、プロジェクトを継続することにした。 2014年、資金援助によって一般の人々から13万7千ドルの寄付を受け取り、Facebook と Stripe は Nupg の開発に毎年5万ドルの寄付をすることを約束した。2015年、Linux Foundation のコアインフラストラクチャー、イニシアティブから6万ドルの助成金を受け取った。ありがとうございます。